はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここです。レイダメテス。ここは難しかったような気がするんだよね。ちなみに、レベルは、主人公33。で、ガルミー・ヒメアが28。ですね。いけるのかい？ま、とりあえず、ちょっと待って、レベルはまだ上がらないから、7000ちょっとだったら、上げれないかな。まあ、戦ってみて、経験値入るんだったら、もう1ぐらい上げていっても安全かもしれないね。ちょっと戦ってみよう。あ、510。あー、でも7000ちょっとなら時間かかるな。ならいいか。もうそのまんま、ちょっとボスまで突っ込んでみましょう。うん、戦ってみよう。そうそう、地獄の門番がね、3体いるのよ。なんか注意することあったっけ？魔法使うから、魔法カウンターあれば、まあいいかなっていう感じだったっけ？まあいいや。ちょっと待って、まあとりあえず普通に行こう。メラミかメラゾーマ使ってきたような気がするけどな。まあ、うん、お供が優秀っぽいので、大丈夫かな？これはアタッカーとして、ただただ攻撃を入れていけば良さそうな気もするね。うん。おー、すげー強い！すんごい強い。仲間呼ぶんだ！あんならもうこっちからだよ。回復させるわけにはいかない。聞いてないね。素晴らしい。めんどくせえ。でもまあ一体ずつなんとか倒すしかないもんね。ちょっと花吹雪しなくていいって。ナイスイオラ。すごいね、ガルビーむちゃくちゃ強い。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。あ、問題なさそう。うん、まあ地獄の門番のHP によるけどね。でも大丈夫そうね。ギャー、あー、でも OKOK。 おいって、大丈夫、姫屋様がね回復してくれるんで問題ない。回復量もすごいね。めちゃくちゃ回復するじゃん。 OK、 あとは攻撃を入れていくだけ。でも俺の MP が結構やばい。このボス、な、名前なんだかな、あいつ大丈夫か。いや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 、 HP 高い高い。なんか賢者の聖水かなんかをね俺に使ってくれれば嬉しいんだけど、うん、無理だろうな。自分で回復するしかなさそうな気がする。 OKOK。 で、盾が装備できないので、もう両手持ちに変えた方がいいよっていうコメントもらって、このね、コンにしたんだけども、強いね。うん、すごく使いやすい。扇の方がね、いいかなと思ったけども、いや、ダメージは全然こっちが出せるんで、もう盾装備できないなら、もう両手持ちか二刀流。もうこれ、一択でいいでしょう。俺の MP がなくなった。やば。猛毒だぞ。まあまあいいか。とりあえず俺が攻撃できないと意味がないので、はい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 。でも倒せはするね。ちょっと苦戦するけど、いけ、いけるいける。とりあえずこれを、3体倒して、でボスなんで頑張っていきましょう。いやー、これ一回一回村に戻って回復してこないと無理かもね。ああ、いやいや、それじゃなくてもうすぐに呪文打ってもらった方が嬉しかったな。終わりでしょう、そろそろ。
いや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 、いらないって。ありがとう。まあまあまあ、嬉しいけどね。はいはい。いける。とりあえず、倒し終わってボスまで行きましょう。そうか、ラズバーンだったね。いけるんかいこれ。地獄の門番もかなり強敵だったよ。足払いとかで、いやいや、あんまり意味ない気するな。とりあえず俺はゴリゴリ感じでいきましょうか。もう2回攻撃かい。マジでか。バイシ入れていくか。うん、ちょっと最初これで準備しよう。バイシ入れてね。通常攻撃と何がある？やば。あ、でも様子を見たりして、一旦は何もしないこともあるんだ。はい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 。でもこのベホマラ使うには使うんだけどさ、 MP 消費が激しすぎてね。おいって、おーいって、あっぶね。まあまあまあ、回復はするからいいか。なるほどね、強えな。よし、とりあえず姫屋様がね、生きてさえいれば何とでもなりそうなので、もしもの時には、うん、聖水を使って MP 回復を俺がやっていった感じがいいな。うん、これベホマラ切らすと多分やられるね。ナイスナイス、いいよ。で、俺もそろそろテンションマックスになるか。おいって、テンションマックスの時に2段階上げときたいのよね。で、必殺技を入れれば結構なダメージになると思うんで。いてつかろう。わー、マジか。いやいやいや、準備はしときたいから。バイシは絶対だわ。バイシ絶対。うーん、効かないね。うーわー、あ、そうか、そうか、そうか、テンションも全部なくなるんだ。そうだったな。いや、でもまあ、2段階上げてると、全然ダメージ違うんで、もうそれでいこう。おい。効きすぎる。いけ。あ、でももう、半分以上減ってるか。勝てるぞ。あ、うっそ。え、やばくない？おーい、すっ転んでるし、これ完全にやばいよ。おーいって終わった。これ無理じゃねえか。どうする？きたー。あ、でもしなかったな。おいってしなかったけども、ちょっと待って、次してくるでしょう。ちょっと待って、どうしたらあれいけるかな。いやー、足払いです転ばせてもあんまり意味はないよな。まあまあ、一応してみるか。ダメか。ダメか。で、必殺技をしてきて全員すっ転んで、違った、よかった。まあ普通に攻撃しよう。もうそれしかない。で、ベホイミ必殺技してくんなよ。 OK、 ナイス。必殺技やめて。ナイス、いいよ。テンションアップ中のこれはきつい。姫屋様がね、そろそろ MP やばいんだ。これ絶対切らしちゃダメなんだよね。うん、ベホマラ切れると多分一気に崩れちゃうんで、ここは俺がなんとかしとかんとね。よし、いいよ。う
よいしょ、危ねえ。セーフセーフセーフ。いいよ、もう一回使っとこう。いや、賢者の聖水残り1個だからな、できれば使いたくはない。いやー、なくなった。でもガルミンは自分で使ってくれるでしょ、賢者の聖水。おいって、へっ、ちょっと待って、ラズバーンテンション下がらなくない？ラズバーンのテンションずっとそのままじゃん。あ、やばいよやばいよ、それしちゃうと。あー、危ねえ、ギリ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 だ。どうするか。俺もちょっと回復に入ったがいいよね。自分を回復しとこう。自分が死ぬともう終わっちゃうので、でガルミーがなんとか、ナイス、そう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 、自分でね。バカ野郎、いいか、まあまあいいや、よし。で次でガルミーは OK ね。魔法の聖水で、うん、ガルミ使っとけ。攻撃してもらわないとね。で、ベルフォーマーラー、ナイス。強くする、やっべーって。いや、俺はもうこの魔法の聖水係になっとかないと、これダメだね。そう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 、いや、ほんとギリギリの戦い、運が悪かったら死ぬもんね。いやー、それを2回目に入れないでくれ。いけ。で、ベホマラ、で、ヒャダラコいける？あ、ヒャドか。もう MP がない。うーいし、危ねえ。やばいやばいやばい。もう MP が尽きるよ。MP 消費2倍がもうエグすぎる。よしよしよし、 OK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  減らせ。いやー、でもバイキが入ってないとそんなに減らない。ちょっと待って、ガルミ自分には聖水使わないタイプだなこれ。よし、いけた、いけたー。実は途中で2回やられてます。4回目で勝てた。はい、それではラズバーン倒しましたね。まあ4回やら、3回か、3回やられたんだけども、いけましたね。まああれ運が絡むよ、変な攻撃されたらね、やられるし。ちょっとね、運が絡んでいくっていうのは厳しくなってくるぞ。はい、ということで、まあ次からは、もっと厳しい戦いになってくると思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。